あの東の入りのこの辺来た時にいつも釣ってるのはここなんですけどね、ここだと完全な向かい風ですね。で今竿を出してるのがあそこですね。いつも YouTube に動画上げさせてもらってるんですけど、その時に使ってるカメラっていうのがこれですね、このパナソニックのカメラなんですけど、年末にもう一台購入してですね、このカメラ、これバッテリーが交換できるやつじゃないんですよ。これ中に内蔵されてるやつなので、いわゆる一つがバッテリー切れそうになったらもう一つを頭につけてですね、でその間に1台はこうやって充電をしておくっていう、そんな感じでいつも撮ってます。まあ、自分が撮ってる映像ですね、それはこのカメラで撮ってます。まあ、いわゆるあのアクションカメラの中で、まあ、一番最高級って言われるのがあの GoPro っていうのがあるんですけど、これは GoPro ではありません、ね、見た目そっくりですけどね、これ Amazon で、ね、7、8000円ぐらいで撮ってます。クソのやつですね、移動します。
35ありますね。ね、これ35、もう36あります。36センチですね。はい、36センチでした。なんで、あの重さがどれぐらいあるかもちょっと測ってみましょうね。いきますよ。ほら 1.13、まあ、1.14キロですね。 1.13、1.14 キロです。